ネパール最終日の朝、目覚めるとすぐ観光を開始しました。ドアボーイに鍵を開けてもらって外に出ると、まだ4時前だというのに通りには人影がありました。タクシーが止まっていたので行き先を告げて乗車しました。今朝は何時に起きたのか聞くと Just now と言ったので不安になりました。行き先はダルバール広場です。ダルバール広場は古代の宮殿や寺院、中庭、博物館などが集まっているところです。カトマンズのほか、古都のパタンやバクタプルにもそれぞれあります。地震でたくさんの建物が倒壊しました。その中でほとんど無傷で残ったのがこのクマリの館です。バルコニーや木彫りの窓枠を持つ3階建ての建物です。クマリに選ばれるのはネワール族で仏教徒、満月生まれの少女です。3から5歳で親元を離れ、学校にも行かずここで暮らし始めます。特別な儀式以外には外出しません。初潮を迎えると生成が失われると考えられ、次のクマリと交代します。以前はクマリ解任後の社会復帰が困難でしたが、今は家庭教師が勉強を教えるなどして改善されたそうです。早朝にもかかわらず地元の人が集まっていたのがカーラバイラブです。6本の手に刀や生首を持つ芝の化身です。カーラバイラブの前で嘘をつくと死んでしまうという言い伝えがあります。こちらは18世紀に建てられた芝パールバティ寺院です。2階の窓から2人の像が広場を見下ろしています。こちらは小宝の寺院、ジャガナート寺院です。1563年にマヘンドラ・マンラ王によって建立されました。地震で倒壊しなかった建物の中では一番古いそうです。繊細な彫刻がたくさんありました。特に支柱の裏側の彫刻は有名です。こちらはマジュ・デワル・シバ寺院です。台座のみを残して地震で倒壊しました。かつては一番高い建物だったそうです。そばに瓦礫が積み上げられていました。この寺院の前にあった白い塔も全壊したそうです。バサンタプールタワーは上の2層と周辺の建物が壊れていました。1層目の美しいトゥンダールは健在でした。古くても倒壊を免れた建物もありました。しかし壊れたままのところや突っかえ棒しているところはたくさんありました。このダルバール広場でもたくさんの市民が亡くなったそうです。私がネパールを訪問したのは震災3ヶ月後の7月なので、復興はまだまだこれからという状態でした。震災によって観光立国ネパールへの観光客がぷっつり途絶えたので、地元の皆さんは心配しないで来てほしいとしきりに言っておられました。広場内をあちこち歩き回っていると、観光客やお参りの人の姿が増えてきて、夜がしらじらと明けてきました。新しい一日の始まりです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ他の動画もご覧くださいね。